魚屋を改装して、もう魚屋が嫌で、もう居酒屋にしたみたいな。ああ、なるほど。ちっちゃいこっちがもう魚屋のスペースを作ってたんですけど、はい、もうそれももう厨房のような感じになって、焼き台や揚げ台、そうですね、戦後すぐぐらいだったと思う。おじいさんの時代からなんで、1店舗あったのを閉めて、今福浜のショッピングセンターっていうところに魚屋のテナントで入ってます。その日のメニューですとか。飲み物がいろいろ、焼酎とかハイボール、あと日本酒で、あとはグランドメニューもですね、いろいろあります。肉の方もあったり、揚げ物もあったり。あれですか、どっかでご飯を学ばれたような。福山ですね、岡山の浜作にうちの親父が勤めてて、それで結婚を機に魚屋に嫁いで、その兄弟弟子のところに修行させてもらいに行ってきました。2部屋、2部屋、こっちがちょっと小さい部屋で、奥に広い部屋が、それで12人まで行けます。広げたら30人近くは行けると思います。予約ですよね。いや、もうその日に空いてれば予約でも、その飛び込みでも全然大丈夫です。やっぱ使用料金みたいなのあるんですか？あ、全然ない。あ、ないですか、もう、はい。いいですね。そう、予想以上に飲んでもらえれば助かります。 ありがとうございます。これが岡山の名物の桃だんです。あー、有名ですね。結構聞いたことある。
時半。三名。販売定食で刺身と天ぷら、小鉢が2品と、味噌汁とご飯がつきます。その日のネタでこれとこれですか、これとこれが毎日変わって、うんうん、で基本的にはその日の仕入れによって、で真ん中のお盆が、本日の日替わり定食で、牛すじと大根の味噌煮込みで小鉢が2品とご飯と汁で、こっちが焼きサバの定食で、これはいつでもありますんでいつでも頼んでください。お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございます。今日本当に美味しい料理と、はい、その一部、作業工程とかを、ね、撮影させていただき、はい、ありがとうございます。いえ、こちらこそ。
ありがとうございます。ちょっとなんかいろいろとお話があるということで、さっきも言ったように、あの実家でもうよそでするよりは実家を改装した方がいいかなっていう親の意見と、もう自分でもう決めてここですることにして、魚屋がやってるっていう強みを出して、だいたいもう魚をメインでやってますね。昼は、9月の頭から始めたんで、まだぼちぼちっていう感じなんですけど、まあ、夜に繋がったらいいかなっていう感じで、もう塩梅の、塩梅ランチで検索してもらったら、もうホームページはないんですけど、インスタの方も皆さん見れるような感じにはしてますんで、もうその日の日替わりもストーリーで載せるようにはしてますね。はい、ちょっといやらしい話なんですけども、はい、なんかこのスピチューブ見て見ました、なんかちょっと特典みたいなのあれば。全然大丈夫ですよ。もう何でもいいですよ。よそが、このドリンクサービス券をお渡ししますんで、もうその来ていただいた次回使える。ああ、なるほど、はい、なるほど、ありがとうございました。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。